今回の有田と週刊プロレスとは、三沢がマスクを取って鶴田にギブアップが来た。まあ、見て三沢光晴、ジャンボ鶴田にギブアップ勝ち。鶴田さんの試合見れば分かりますけども、はい、誰とやってもね、3割4割のなんか力でやってるような、ね、だから鶴田最強説といまだにあるんだけども、はい、なるかと思った。相変わらず最強鶴田を打ち倒した若き三沢の秘策とは。そしたらまさかの、これは衝撃やった。一つの時代が終わった日かもしれないです。有田と週刊プロレスとシーズン3 Amazon プライムビデオで独占配信中。結局しなかったから。